おお、綺麗。すごい綺麗なグラフィックですね、本当に。そうですね、中国の、壮大な自然の地形を感じていただけるんじゃないかなと思います。これはもう冒頭、ゲームの冒頭って感じですか？あ、実際のゲームの冒頭ではないんですけど、序盤のステージになってますね、はい。で、ヨーマーなんていう単語もあったわけですが、こういうふうに人ですか、これ今。そうですね、こちらちょうど、乱世の時代と黄巾の乱と有名な三国志の時代なんですけど、その黄巾族が今この辺りにはびこってる状態になってますね。だからこうやってこのね、ファンの方々は三国志馴染み深いと思いますんで。ああ、そうですね、詳しい方多いんで、その期待に応えられるように。またちょっと本当違った視点でというかね、アプローチで。おお、ちょっとそうだ、アクションについても本当に初めて見る方がたくさんいると思いますんで、はい、そうですね、中国の武術、武器、いろんな武器を使って戦うっていうのもそうですし、今こうやってこれ家計という敵の攻撃に合わせて、カウンターを合わせるような技なんですけど、これをやると一気に敵を弱体化させるというか弱めることもできるので、はい、ぜひ狙っていただきたいアクションですね。これ全体的に、ちょっともう武器もいろいろあるわけですね。そうですね、中国で、中国の武器といえば、この時代特有のものもありますし、はい、オーソドックスなものを、たくさん用意していますので、いろいろ使ってプレイヤーの方の好みに合わせて自分なりにこう戦略を組み立ててもらえるんじゃないかなと思います。これ今旗を立てましたが、はい、これはどういった何か目的とか。そうですね、こちらの軍旗といいまして、この旗を、旗のところで自分のレベルを上げたりとか、はい、あと安全な場所なので、こうやって戦場のいろんなところで旗を立てていくと、そのエリアをこう制圧していったようなイメージになっていって、そこがプレイヤーの成長にもつながっていくっていう。そう、陣地を広げていくみたいなイメージ。はい、そうですね、先ほど説明あった士気っていう要素があって、はい、今旗を立てることで3人まで上がったんですけど、この士気というのが今虎の上に出てる数字が5ってあるんですけど、はい、これが強さのなんていうかパラメータのようなものになっているので、はい、こちらが3であちらが5なので、今あちらの方が、そうですね、はい、確かにヨーマ剣が燃えていますが。そうですね、こちらも術の一つで、はい、今日火のビルド、家業のビルドで来ているので、はい、こういった火のアクション相性がいいビルドでやってます。これは UI 的には右下のところですか？そうです、そうです、あそこにあるのが戦術と呼ばれる、ああいった魔法系の、ものになっているので、うまく駆使するとこうやって有利に戦いを進めることができます。結構ね、そのツイッター見てると、この虎にボコボコにされている人がたくさんそうです、ね、いらっしゃったんですけど、はい、会場でも見てたんですけど、かなりのプレイヤーのいっぱい土地を生み出していました。いっぱい土地を、増物をぶちまけていただいたということですけれども、はい、やっぱ動き早いですね、さっきまでの敵と比べたら。そうですね、やっぱり中国アクション、中国武術のアクションというスピーディーなやり合いだったり、はい、攻守の切り替わりだったりするので、うん、そういった部分をアクションに落とし込んでこういった形になっています。なるほど。で、敵を倒すと装備品を落とすので、はい、それを今装備を変えていくことでもプレイヤーは強くなっていきます。なるほど。ここの画面のちょっとじゃあ説明今簡単にいただいて。そうですね、こちら5種類、5行ですね、中国の能力の伸ばし方なんですけど、こちらそれぞれ特徴があって、プレイヤーの今日は家業右上の方に特化したビルドになってますけど、それぞれサポート重視だったりとか攻撃重視だったりとか特徴があるので、もちろんバランスよく育てることもできますし、特化してプレイヤーがこのプレイスタイル合ってるなっていうなれば、そのビルドに寄せていくこともできます。これを伸ばすためには改めてもう敵を倒しまくればいい。そうですね、敵を倒すと経験値をもらえるので、それを旗までちゃんと持っていければ、そこでプレイヤーの好みに合わせて割り振ることができます。そっか、途中でだからやられてしまうとダメなのですね、そうですね、経験値失われてしまうんですが、レベルをちゃんと割り振っていれば、それはもう永遠に失われない、だからその行くか戻るかみたいな駆け引きも。そうですね、まさにそういったところも醍醐味だと思います。ムービーも入って。人ですか？あれ、ああ、長領
だから武将がこういう風に。そうですね、あのこちら黄巾 の大将の一人ですね。